えーとそうですねメジャーデビュー以前の曲も2曲すで、えー、に CD として出していた曲も、えー、と再レコーディングしている曲もあってこのアルバムのために作った曲もあります。えー、とこ中国の古事成語で、えー、三国志に出てくるあのお話だったんですけど、はい、えーと白い眉と書、えー、いてハと白眉と読むんですがそれが、はい、えっと。 優れている兄弟の中で一番優れている、はい、えと人物が、あのー、白い眉毛が<う>あ白い眉毛を持っていた人だったということで、<う>あの優れている中でも一番優れているものという意味で、こうはく、うん、という名前をつけました。ああ、そういうわけでもなくて、言葉の意味互換もすごくいいなということで、はいまあ、自分たちもこうバンドの中で音楽をしている人の中でもこう、うん、一番優れる ている音楽というか自分たちが、えー、と一番をとっていきたいという意味も含めて「このえー、とハクビとは何ぞや」みたいなあの話になってくると、はい、多分私自身ボーカルギターの片切り自身のこう心情をすごく切り取って、うんえー、弱い自分もすごくさらけ出しながらこう自分のこう心の中感情をすごく歌っている。 バンドで、はいえー。すごい弱い。自分もさらけ出しながら。はい、でも。自分らしく生きたい。自分の。えっ、ー、と、本当の自分ってなんだろうっていうのをすごく探している。はい、えー、バンドかなと。音楽性かなと思います。はい、うん、そうですね。結構若い学生さんとかもすごく。あのハクビの曲を聴いて、自分がすごく思っていたことをこう。うん あの音楽で歌詞にしてくれてありがとうっていう風に自分がこう自分自身のことを歌ってるんですけど、はい、あの共感してもらえてそこで、えー、と救われたって言ってくださる方がすごく多くて、うん、はいなんかそこは大人になりきれない自分自身のことも歌っているのでなんかそこの共感もあるのかなとは思います。 そうですね私自身があのー、一番目指しているアーティストというか音楽性にすごく憧れを持っていたのは今シビリアンというバンドをされている小山秀和さんという方なんですけど、はい、と自分が ずっと岐阜に住んでいてなかなかこう苦じだったので、はい、あのライブハウスも全然なくてこう、うん、生の音楽に触れる機会がなかった中で、はい、初めてライブハウスでバンドを見た3ピースバンドが<ー>えっとそのシビリアンというバンドでその当時はリュリュっていうバンドだったんですけど自分の心にすごく素直で。はいえー 弱いところもさらけ出しながらでも強くいたいっていうのをこう歌っている、うん、こうすごくネガティブなことも言ってるんですけどそういうネガティブなところも、うん、あの自分自身として吐き出してもいいんだっていうふうに思えたアーティストだったので、うん、なんかそのところはすごくあの憧れましたしバンドとしてもスリーピースのこう 3ーピースの良さはあの楽器が3個しかなくて、うん、もう他に補う楽器、うん、ギターが二本だとか、そういうことができなくて、うんえっと、声も合わせて4つの楽器で、うん、邪魔せず、でも自分の個性を出していくっていう、そういうバンド、うん、スリ3ピースバンドがすごくかっこいいと思ったので、うん、名古屋まで見に行ったんですよね。えー、母親と 多分見に行きました高校3年生の時は、はい、岐阜駅前で弾き語りをしてみたり<え>路上ライブをしていたり岐阜の岐南町のソウルダイナというライブハウスでやらせていただいていたり、はい、ネットで、えー、顔を出さずに弾き語りの配信を携帯でスマートフォンでつい キャスというアプリでやってました大学で、えー、と岐阜を離れて京都に移って、はい、その京都の大学進学先でメンバーのドラムの松井君に出会って、はい、そこで結成したという感じです。うん、初めてだったので内容がすごくあの散らかってしまうんじゃないかとか逆にこう。 一つのことしか言えないんじゃないかっていうふうに思ってしまっていたんですけどこのアルバムはすごく挑戦をした曲が多かったので、はい、いろんなことができることを自分たちで証明していったりこう自分の今のこうイーラっていうのが歴史という意味なんですけど、はい、自分たちの今の歴史をこう振り返って振り返るところもあって、えっとはい、これからの運びを見せていけるような、えー アルバムに仕上がったんじゃなないいかなと思いますすごく大切な人との約束を守るべく、うん、こう奮闘していくっていうストーリーなんですが、うん、あの自分にとってこう支えてくれた人とか大切な人って誰なんだろうって思って書いた曲でその時すごく浮かんだのが家族だったり友人だったり。はいえー 私たちを育ててくれたライブハウスの方々だったり、うん、一番思い浮かべていたのはあの母親父親<ー>あの家族のことかなと思うす,すごく自分があの昔からわがままというか自分勝手というかこう他の人のことをあまり考えず突っ走っていくタイプで、うん、こうそういった自分をこう なんですかね、止めるでもなくすごくこう、うん、言葉を投げかけすぎるでもなくて、うん、あのただ信じてくれていたり、うん、こう何を言わなくてもすごく支えてもらってるっていうことを、うん、あのすごく感じていながらこう、うん、私は音楽活動してきたので、うん、今このメジャーデビューというタイミングもあって。うんはい 今の自分がこれからたくさんもらった感謝をどう返していけるだろうかっていう風にすごく考えてあの映画の内容もすごい自分にリンクしていたのですごく書きやすかったというか思い浮かべやすく、はい、あのこれから自分の 自分がこれまで受けた愛情とかをすごく振り返りながら書いた作品です。一番最後の、はいえと「あかつき」という曲なんですけど、はい、この曲は、えー、とこのアルバムの制作期間が2020年、うん、2021年のほぼ1 2>,、はい、2年間ぐらい、えー、制作をしていたんですけど、はい、その制作途中で あのコロナ禍になってしまってすごく自分も立ち止まってしまっていて、うん、こうすごい憂鬱とした時間を過ごしていた中で、うんうん、改めて自分と向き合ったりいろんな人のがこう私自分のことをあの支えてくれていたってことに気付いてこう一歩踏み出せた時に書いた曲 だったので何かこうつまずいてしまっていたりうーん迷ってしまっている人にはすごく聴いてほしい、うん、一回こう自分のことを振り返ったり一旦休んでみてそこから一歩踏み出せる力をあの渡せるんじゃないかなと思うので「このあかつき」という曲を聴いてほしいなと思います。 なんかこうあの、都会が悪いわけではないんですけどすごくコミュニティが狭いところでこう育ってきて、はい、あのみんなフレンドリーなんですよね、うん、あの一人でこうポツポツと歩いて帰っていたら全然知らないおじいちゃんおばあちゃんでも「おかえり」って言ってくれたり。はいこう 何しとるんや」とかこう <laughs> <laughs> 言ってくれることが、うん、なんかこう知らない間に救いになっていたことがあったなっていうふうに温かい時間をこうすごく自由奔放に過ごしたことによって。はい また社会に出た時にこう窮屈だなって感じてしまうのも、はい、こう自分の曲に表れていたりするしそこで知らない間に救われていたことであったりも、はい、大人になってから気づいたりできたので郡上、うん、にいたから岐阜にいたから私という人間が育っ 今の自分がいるんだなっていう風にはすごく思います。うん、そうですね。もう雪めっちゃ降ります。<laughs> はい。<laughs> 自分自身のこと強いとは思ったことはないんですけど、こう周りの人が結構強いというか、こう精神的にもすごく強いなっていう人が多かったので、特に自分のおばあちゃんとか、うん、<laughs> あの本当に何もなかったので、あの、うん、いろんなことに興味を モテるようにななっったたのはすすごくあったかもしれないです<ー>山の中歩いていて私三層一人がすごい大好きだったんですけど、はい、おばあちゃんと,ゃんと一緒に、うん、これなんだろうとか本で調べたりとか、えー、なんか、まあ、遊,園遊園地とか,もうなんかゲームセンターとか全然なかったからこそ、うん、なんかいろんなことを自分が楽しいものなんだろうっていうふうに探す。 好奇心みたたいいななも多分育ったかなとは思います<ー>岐阜で育ってこう岐阜を出て改めてすごく岐阜のことがあの大好きだなっていうふうに感じましたしこうたくさんいろんなものをもらってきたのでいつかこう岐阜県の岐阜県民のこう方であったりあの自分たちの周りの人にあの誇りに思ってもらえるような 人間になりたいなと思ってます、えー、これからもどうぞよろしくお願いしますはいありがとうございますありがとうございます